カイム・ヒベイ活動委員会で証言するアルジャーヒス・アルジャーヒスはアメリカ合衆国の弁護士及び政府高官、国際連合の設立にも関わったが、カイム・ヒベイ活動委員会に関門され、実際にソ連のスパイ活動を行っていた。メリーランド州ボルチモアで5人兄弟の4番目として生まれた。織物会社の重役だった彼の父親は1907年に自殺し、 彼は母親とおばによって育てられた。1929年にジョンズ・ホプキンズ大学及びハーバード・ロースクールを卒業し、最高裁判事、オリバー・ウェンデル・ホームズの秘書を1年間務めた後に、ボストンのホールスチュワート法律事務所に加わった。翌年彼と妻のプリシラはニューヨークに転居した。1933年になると彼は、 ニューディール政策の元農業調整局に勤務することになった。フランクリン・ルーズベルト大統領の側近として、ハリー・ホープキンズ、ウィリアム・リーヒテイトクラと共に、ヤルタ会談に出席。1948年に、元共産党員のウィッテカー・チェンバーズによって、ヒスがアメリカ共産党のスパイであることを暴露された。赤狩りが吹き荒れる1950年に、 偽証の有罪判決を下され、5年の懲役が宣告された。スパイ行為に関しては、出訴期限が尽きたため訴追を受けなかった。1992年に一旦無罪とされたが、近年公開されたベノナ文書によると、グラのエージェントとして、長年スパイ活動をしていたことが明らかになった。ありがとうございます。